ぴぴょーん。はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は5月の9日木曜日、時刻の方は13時30分です。ぴよぴよぴよ。はい、そんなわけでね、今回はこちらね、ノブサウンドさんから提供いただきました、こちらの真空管のヘッドホンアンプ、こちら今からね、あの真空管をここに取り付ける作業をしたいと思います、ね、で真空管アンプ結構興味がある方多いと思うんだけども、真空管の取り扱いについて知らないって方結構多いよね。で元気なおじいもこの真空管については取り扱ったことがありません。我が家にあったテレビはみんなあの真空管入ってたりとかね、まあオーディオなんかも昔のやつは真空管だったりとかいろいろあったんだけど、実際にこういう真空管の取り付けとかはやったことがありません、こういうのはね。それで今回使用する真空管は、まあ、真空管ってマニアの間ではね、本当いろんなメーカー同じような共通のものでも型番も変えたりとか、まあ、メーカーが変われば下も変わるので、その真空管を入れ替えると音が変わるんだよね、まあ、バラバラのメーカーを組み合わせたりとか、いろんなねマニアックな世界なんだよこの真空管っていうのは、ね、で扱い方なんだけれども、まあ、コツはちょっと簡単なコツはあるんだけど、そんなに難しいものではありません。で要は車のね、あのヘッドライトみたいにこう素手で触ってはいけないとかそういうものではないです。豆電球とかね、ああいうものもほら指紋ついたり油がつくとね、そこが割りやすくなるとかこういろいろあったよね。真空管はそこまでね、あのデリケートに考えなくてもいいです。もう指で持って脱着ね、これ全然 OK だそうです。で、まあ、この真空管をつけるのに要は抜けやすい抜けにくいで、これをまたあのこうパチンとね、ちゃんと強化して外れにくくするアイテムとかあるんだけれども、まあ、そういうものをつけるとちょっとこう美しさを損ねてしまったりとかね、まあいろいろあります。あのもっとちゃんと頑丈につけたい方は頑丈につけるオプションみたいなのもあるんだよね、キットがあるんで、まあ、そういうものを買って取り付けるもあり、であと真空管の状態によって音の変化はねものすごいするそうです。まあ、真空管ってどれぐらい持つのっていうと、まあ、かなり5000時間って言ったかな、確かね5000時間ぐらいはまあ平気で持ち物らしい。で、まあ、使い方によっては5000時間より早く寿命が来るものもあれば、もともと1万時間ぐらいまで使えるものもあるし、でこういう劣化するパーツの中ではものすごい高寿命なパーツなんこれね、あの真空管っていうのは、じゃあ1日1時間ずつ音楽を聴いたとしたら平均的に1年で365時間ね、10年で3650時間なんで10何年だよね。1日2時間ずつ聴いたとしたら1年間で何十時間だよね。まあ、結構ちょっとわけわからなくなってきた。1日6時間って60時間600時間そうだよね。まあ、かなりねものすごいんだよ。だから1日2時間ぐらいずつで7、8年ぐらいで、1日1時間だともう15年ぐらいとかね、まあ、それぐらいは普通は大丈夫と言われているものですこれね。じゃあその間に音が明らかにノイズが入ったりとかね、音が小さくなったりとか、まあ、だんだん真空管の劣化によって音が変わってくるので、そうだったらまあ、ね、真空管を変えるとかね、まあ、そういうことをするらしいです。あとメンテナンスについてはどうなのかというと、無水エタノールね、まあ、こういう金属部分とかね、こういうところっていうのはやっぱりショートしやすいので、本当軽くね、これは今何もついてないけど、軽くまあ定期的にこういうところがこう錆びやすいので、金属剥き出しがね。なので、まあ、無水エタノールでチュッチュッチュッってことか、綿棒で軽くやるとか、まあ、あんまり大げさにやりすぎないように、まあ、ほこりとか汚れがついたら軽く取るぐらいのメンテナンスで OK だそうです。ね。それで、一番神経を使うのは、まあ、どこかというと、まあ、こういうところも綿棒でね、まあ、汚れたら、まあ、汚れを取るとして、この脱着なんだけど、脱着はね、これ実はね、
CPU とかメモリーとか処理を脱着するのにものすごく似ています。でこれ今回扱うのは大きさは3種類。はい、この一番大きいのこれね4ピンです。そして次にこちらが中ぐらいの大きさのやつが、これがね8ピンになってます。そして一番ちっちゃいのが、はい、これが9ピンになってます。9ピンね。それでまあ、元気なおじ、また別の動画のまとめ動画で元気なおじ写真を撮ってやるので、写真でまたじっくりとね解説動画は作ります。まあ、今回は交換の動画なので詳しい説明はまあそこそこにしてね、このまあ、今回はこの3種類なんだけれども、脱着するときにコツっていうのは、これピンなんで、うん、折れたら困るよね折れたら困る。それでこのね、4ピンとか8ピンはピンが太いので、ぐにゃってね、曲がっちゃうってことは、まあ、あまりないって考えてもいいです、これね。ただし、9ピンになると、ほら、全然もうね、太さがほら、全然違うでしょ。なので、斜めに入れたいとか、ね、力をかけちゃったら、曲がっちゃう可能性があるので、とにかく上から真上から下に向けてグッと押し込むね、斜めに押し込まない、真上から押し込む、で真上に引っこ抜くね、これがコツです。真上から押し込む、真上に引っ張るね、押し出す、これだけです。コツはメモリーとかもそうなんだよ、CPU もそうなんだよ、ね、斜めになっちゃうと細いピンがぐにゃってこう曲がっちゃうんだよね。はい、それじゃあ今からね取り付けをしたいと思います。で取り付けに関してもうちょっとこうカメラを近づけるけれども、あまり近づけすぎてもおじいが作業をやりにくいので、本当ねここのクローズアップしたのはカメラで撮ったので別の動画でしっかりと解説をしますね。今回は、リアルタイムでこんな感じでね取り付けしたよという動画を残そうと思います。おじいはちょっとね、おじいのね動画はノンストップが売りなので、よし、ちょっとこれぐらいのアングルで、はい、でこれぐらい寄ればいいかな、うん、はい、まあおそらくこれぐらい寄ればね皆さん見れるんじゃないかなと思います。はい、いいかな、これぐらいでね、うん、見れるよね。はい、それじゃあね、行きたいと思います。まずね、ちょっと怖いのがね、ちっちゃいのが怖いけど、まあ真ん中の大きいのからね、行きます。で、まあ今ここでは見にくいかもしれないんだけども、必ずね、これ真空管は取り付ける向きってものがあります。よいしょ。これね、ポチってね、よいしょ、場所があるんだよ。よいしょ。これめっちゃ重たい。これね、突起があります、これね。まん丸に見えるんだけど、ポツンってね、一箇所飛び出てるところがあるので、ここに合わせてねっていう向きがあります。これで言ったらね、ここだね、ここ。ここ。ここの位置。ね。まあ、写真に撮って皆さんにね、後でお見せするの、ほら、ね、ポチってあるでしょ。これが、向きなので合わせるということになります。じゃあ実際にね、元気なおじいこれを入れたいと思います。よいしょっと、じゃあこれ足出してね、よいしょ。ちょっとこれ怖いんだよね、ハサミでガラス管をね傷つけちゃうといけないのでね、よし。ここのところはちょっとね、精細に。ね、よいしょ。きれいに。よっ。ここしっかりしてるな。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。抜く方向間違えたかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ポン。
お、真空管こうなってんだね。ほらほら、すごいね。でね、この内側にね、こう安定するためのね、液体が塗ってあるんだけども、真空管がね、ダメになった時は、こう、色とかも変わってくるからね、わかるそうです。これね。なんかマークが入ったりしてるけど、これは何だろうね、これね。これは、あれかな、これはいいのかな、おいしょ。これ汚れかな、これ。これ汚れだ。テープの汚れがついてるので、よいしょ。はい、汚れ取れました。よいしょ。汚れっていうか、あれで静電気でくっついたんだね。はい、綺麗になりました。じゃあこれをね、向きを合わせてつけたいと思います。突起がここにあるから、はい、こうね、キューピンがここだから、キューピンつけた後の方がいいかな。まあいいか。じゃあ真上からいきまーす。てん。はい、入った。はい、入りました。まずは大成功。ね。そうしたらね、この周りね、これ最後の方がいいかな、やっぱり。これつけるときちょっと怖いような気もするな。キューピンこれね、折れやすいからね、怖いような気もするな、ちょっと。これ一番最後の方がいいかな、これ。つける、あれとしては。よっ。よいしょ。ね。はい、まあ、大きいからね。まあ、真上に今抜きました。これちょっと一番最後にしよう。ちょっとおじ怖いんで。ね。よいしょ。初の真空管なので。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあね、ちょっといきなりなんだけど、難易度の高いこのキューピンからチャレンジしたいと思います。うわ、怖えなー。これちょっと場所を合わせて、はい、真上から、ピン。入った。入ったよ。おじいにもできた。キューピンまず4個のうち1個大成功です。綺麗に入った。ね。おじいにもできた。さあ、じゃあ次行くよ。さあ、このままね、絶好調で、ちょっと4本ともパーフェクトに綺麗にね、よいしょ、成功させましょう。わあ、楽しいなー。この、ウキウキ感とこのドキドキ感が何とも言えないね、ほんとね。いやー、楽しい。真空管。ね。わあ、真空管楽しい。じゃあもう こっちの手前行っちゃおうか、こうね。はい、こうして入れたら、真上から、せーの。よっ。入ったー。はい、2本目大成功。よし。はい、2本目バッチリだよ。うわー、なんかこういうのって楽しい。めちゃめちゃ楽しい、こういうの。はい、じゃあね、3つ目に行きたいと思います。うわー、楽しい。なんかプラモデルの作るのとはまた全然違う、この組み立てのワクワク感だな、これ。真空管の脱着って楽しい、このワクワク。すげえなー。いやー、緊張するなー、ほんと。まず場所を合わせて、で、真上から、せーの、よっ。はい、三つ目ね。はい、ちゃんと隙間なくね、バッチリ入りました。さあ、残すはね、難易度ウルトラC級のキューピン、あと一本になりましたね。いやー、心臓バコバコしてるよ、おじい。ここの難関をクリアすれば、あとはね、うん、気が楽だよ。ひゅー。さあ、
さあラスト1個で9ピンでございますね。これほらほら見えるかな、こう向きほらね、ここの隙間があるんでしょう、だ向きがあるからこれね。はい、じゃあこれ4個目いきましょう。ヒュー、さあいくよ、真上から、せーの、よっ、はい、スーって入った。いやー嬉しいおじいの初真空管挿し大成功で、この9ピン難易度ウルトラ C 級でバッチリでした。いやー、そしたら次はじゃあ8ピンいこうか。8ピンね、8ピンいきましょうね。いやー、なんか嬉しいなー、このワクワク感たまんないよー。いや、真空管ってこんなにワクワクすんのまあ電源入れてないのに真空管の取り付けだけでこんなに楽しめるなんて、いや真空管いいな、いやーロマンだなこれ。はい、もう 8P はね、もう結構ほらこんなに太いのでもう曲がる心配がないね。あのこの突起の向きがあるので、どこかな、 ここだね、ここにボッコンがあるからこれが上に行くね。ここの場所もうこうやってね、あの場所があるからね、これね、うん、こうやってちゃんとはまるから。はい、上から行くよ、せーの、よいしょ。はい、ここでもうちょい行こうかな。おいしょと。はい、最後まで入ったね。あ、もうちょっとだ。もうちょっとだ。結構、結構がっちりしてるからね。こんなもんか？もうちょっとかな。ついてっかな。下までついてるね。大丈夫だね、これね。うん。ちゃんとついてるの、これ。ちょっと皆さんにチェックしてもらう？よいしょ、ゴーン。ちょっと待ってね、こっち側か、こっち側か、ゴーン。どう？あ、ほら、ちゃんと入ってるよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。うん、あんま強くやってさ、バリッてやったら嫌だもんね、だってね、うん。はい、大丈夫でしょう、ね、はい。じゃあ次行きたいと思いますドキドキすんだよ。はい、じゃあ次行くよ、でん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 、真空管、よいしょっと、ね、いやーたまんないな真空管、よいしょ。はい、まあ一応ねちょっとこう軽くぴょぴょぴょっと吹いてね。はい、じゃあね、8ピンもう一個ね、こっち側に、向きは、どこだ？ここだね、凹凸がこっちで上だから。はい、こんな向きだ。さあ、行くよ、せーの、よっ、よし、もっとこだね。よし。はい、ここまで。うん、こんなもんだね。よし、ちょっと。あ、奥までグッといった、今。よいしょ。うん、バッチリ入った。うん、バッチリ入った。さあ、8ピンが入ったからね、9ピンあと1個戻すよ。チャラチャチャーン。さあ、一番大きいの落とす、ここだよね。こっち向きだから、こうだね。こうだね。合ってるね、うん、合ってるよいしょ。はい、じゃあ上から刺したいと思います。はい、入った、ダーン。はい、完成、うひょー、できた、おじいにもできたできたうわ、嬉しいな、嬉しいな。ちょっとこれね、皆さんにも見ていただきたいから、ちょっとこれね、今カメラだ、よいしょ、撮れるかな、よいし
ょ、カメラ抜けて、よっ、あー、ボタン変なとこしちゃったかな、大丈夫かな、よいしょ、止まってない、大丈夫、大丈夫、今一時停止とかなっちゃってない、大丈夫、撮れてるかな、ちゃんと、ね、はい、真空管取り付けにね、成功いたしました。うわー、それぞれね、違うね、うわー、真空管、ひょー、真空管だよ、ほらほら、うわー、なんかこれ眺めてるだけでも楽しいね、うわー、すげー、わー、なんかこういう、こういうのさ、昔さ、機械だってあって、うん、スケルトンの中ね、こういうの入ってたような気がするな、機械だってねえ、うん、あの頑張れロボコンの中とかさ、ねえ、なんかメカメカしいっていうか、コンピューターっていうかさ、ねえ、うわあ、真空管はかっちょええ真空管かっちょええ、なんだっけ、あの軍艦島みたいな感じだね、これね、ちょっとね、うん、ね、軍艦島ってあったよね、ほら、かっちょええ、うおー、これ見てるだけでなんかワクワクワクしちゃうねうおー、かっちょええ、なんかあのマンハッタン、ニューヨークって感じもするしね、うわー、すげえよー、かっちょ、迫力あんな、しかしねえ、いかが、ほら、これ3種類の大きさの真空管がそびえ立ってるよ、後ろに高層ビルがね、3つダンダンダーンと立ってるんだね、ひゃーたまりませんね、これはね、はい、参考にしていただけたでしょうかね、やばいなー、これ現物見るとちょっと心躍るよわあ、真空管、真空管、真空管、いやもうここら辺たまらないよ、もうね、ドドドってなった、ここね、ここね、これね、あのこれね、すごいよ、ヘッドホンの、よいしょ、これね、よし、今ほら、これ皆さんおなじみの、ほら、ちっちゃいのから 3.5 ミリからでっかいのにね、あの変換する、これがここに刺さってたんだね、ここに入るのね、すっげえ親切だね、これね、パチンって、細いのを入れればいいんだよ、ここに、このまんま、いや、なんて親切だなってね、ボリュームはね、これね、小刻みにカチ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 って、パイオニアプライベートみたいな、なんていうの、ニューっていうタイプじゃなくて、小刻みにカチ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 ってやつだね、これね、カチ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 ね、ここが一番最小ボリュームで、ぐーっと回して、はい、ここがね、最大になっています、これね、ひゃー、さあ早く電源入れたいな、これね、じゃあちょっとこれで今回は真空管の取り付けと注意事項をね、簡単にまとめた動画になります。で、今回この真空管の取り付けについては、この凹凸の部分、ピンの部分と、この取り付けるメス側の部分、クローズアップした写真を、あのこちらのね、マクロ撮影が得意なカシオのね、エクシリムね、ZR1300 で撮影したので、また後ほどね、あの解説の動画で皆さんにお見せしたいと思います。まあ真空管の脱着はね、そんなに難しいものではないんだけど、この9ピンだけはあのピンが細いので、まあちょっとこう気をつけてくださいねって、真上に抜く、真下にね、あのはめる、ここをこっちです、斜めにやるとぐにゃっていく可能性があるんでね、そこだけ気をつけてくださいという、まあ内容、これ、まあ、そこが全てメインですね。もうここが山場だから、この9ピンがね、4本ちゃんと真上から入れられるか、そこがもう最大の山場だったね、これね。
わあ、かっちょええ。はい、そんなわけで、あとはね、元気なおじいとしては、よいしょ。ね、この、後ろの部分ね、これもちゃんとバナナプラグつけてくれたんだね。本当サービス満載だよね。ちゃんと金プラグになってるしね。そして、この電源はね、これはここにつけることになるので、ね、もうこれで、あとはここのとこ、これ入力なので、レコードプレイヤーつけたり、あとはね、これおじい、3.5 ミリのイヤホンジャックを、これに変換するやつ持っているので、それを使えばね、いろんなもの、例えばここにある iPad の音声をここに持ってきたりとかはできないね。iPad これイヤホンじゃないもんね。あ、これイヤホンだけか。これ 3.5 ミリあったっけ、イヤホン。iPad って、あ、あるね、これ。あ、これ 3.5 ミリか。これ、うん。じゃあ、このイヤホンジャックをこっちに持ってくることも、できます。おじいちゃんと持ってるから、それね。はい。そんなわけで今回は真空管のね、交換までの内容になります。で、この動画の説明欄にね、このノブサウンドさんのこの Amazon のページ、これリンクがあるので、まあ、細かい詳細はこちらの方をご覧いただければと思います。はい。商品名。まあ、こんな感じだね。真空管一体型アンプ、ステレオヘッドフォンアンプということで、ね。これは、ポイント2ポイント配信というのはね、一箇所から一箇所でね、ポイントでちゃんと配信してますよ。で、ハンドメイドです、これね。オールハンドメイドし、手作りです、これはね。なので、まあ、これ一個一個ちゃんと丁寧に作られてます、これはね。はい。次の動画では、きちんと通電して動作チェックになります。お楽しみに。面白かったよって方はね、グッドボタン押してくれるとありがたいです。これシリーズ動画になっているので、いっぱい動画を作るので、たくさん見てほしいと思います。皆さんね、この真空管のこのアンプ、これちょっと興味持っていただいたら、おじいはすごく嬉しいです。おじいはずっとこのね、真空管のやつね、すごく興味があったの。ね、で、この、ノブサウンドさんでは、まあ、今回ちょっといきなりね、ここのところ、お値段も結構ね、皆さんにとったらまあよろしいので、まあ、いきなりちょっとここにはいけないなっていう方もいるんじゃないかなと思います。パソコンと組み合わせても、スマホと組み合わせてもいいね。本当お手軽、Bluetooth 対応の、ヘッドホンアンプもありますね。それすごく、ものすごくリーズナブルで、あ、これいいなっていうのね、ノブサウンドさん扱ってるので、その紹介もね、あ、ここにあるよっていうのもね、解説動画でね、皆さんにお伝えしたいと思います。本当に入門編で、真空管はね、こんなたくさんいっぱい付いてないんだけど、2個くらい付いてるんだけど、まあ、こう、雰囲気が味わえるやつがね、あるんだよ、入門編が。そこから徐々に行ってね、いろんなオーディオをつなげられるっていうと、まあ、ここまで来ると、ああ、かっちょええつってね、うわーってか、癒されるって感じでね、ほんと、なんかもう自分のお城みたいな感じになるわけです。はい。そんなわけで、今回はノブサウンドさんの、こちらね、真空管のヘッドホンアンプの真空管の取り付けでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。バイバーイ。ありがとう。